こんにちは、さとちひろです。今日はですね、モイトさんという作家さんの作品を紹介したいと思います。それでですね、このモイトさんの、プロデュースとマネジメントをしていただいている水杉と言います。水杉さんに来ていただきました、はい、どうもありがとうございます。突然で申し訳ありません。あ、そっかそっか、こんな感じですね。はい、ありがとうございます。モイトさんの作品はこういう、まあこれはペン画になるんでしょうか。線画ですね。線画、はい、細かい感じ。画材は何を使ってらっしゃるんですか。ボールペンですね。ボールペン、こっちはポスカになってます。これはポスカで、色付きはポスカで、はい、色付き画面がほぼボールペン。すごい細かいですね。ちょっとプロフィールを拝見したときにこう気が遠くなることもあるっていうふうに書いてらしたんですけど、こう間近でこうご覧になってたりはしたことはある？まあ、したらないですけどね。あの作業のライブとか Zoom、はい、みたいな形では見てましたけど。ああ、そうですか。どういうこう雰囲気で書かれてるんでしょう？黙々とです、ね、黙々と。もうライブをそっちのけ、ね、まあ、しゃべりながらバーって書いていってる感じですかね。そうですか。でも大体でも1時間半ぐらいだったらもう手が痛くなるみたいで。あ、でしょうね、これだけ細かいとね。もう何年ぐらいモイトさんを、活躍されてるんですか。はい、そんなんなんですか。コロナの期間ぐらいから始めてるんで、はい、あ、そんなに。2年か3年。ああ、そうですか。でももうあちこちで精力的にね、そうですね、水杉さんがマネジメントされてるよね。ね、させてもらって、ね、いろいろな展示会には出させてもらってるんですけど。ね、だからもう精力的にやられてる感じの、もうこなれて、もうすごい、ね、素敵な作品。ね、これはすごいですよね。中に、はい、ちょっと細かい絵とか字とかがすごい入ってるんで、うん、これは阪神タイガース、そうですね、阪神の、ね、ね、あれが実現して、うん、その後書かれた、そうですね。あ、なるほど、これはね、必見ですね。虎って書いて、とも書いてます ね、 ね、そうです。あと走るとかいう字、走る、この上に走る。あ、本当だ。通天閣とかに書いてるんですよ。面白い。これは必見ですね。はい、僕は関西なんですけど、はい、モイトはね、はい、九州なんですよ。あ、そうなんですか。そうです。九州のどちら。長崎です。長崎の作家さんだそうです。ぜひ見に来てください。で、投票してね、気に入った作品投票して、応援してください。よろしくお願いします。水杉さん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。